小学生ぐらいの時ってどんな感じの生徒さんでした？小学生ぐらいの時までは、うん、ちょっと考え込んじゃうわ。小学校ですよね。そうそうそう、中学校とかでもいいですよ。あんま記憶はないんだよな。高校は野菜とそれ以前の記憶を失ったんですよ、ね。マジか。高校はなんか何が嫌だったの？高校不登校になってるのと、なんか家庭環境が結構微妙だったのと、家族に精神疾患者がいたっていうので、なんかあんまり自分の精神状況もあんまり良くなかったですね。なるほどね。でそういった中で浪人して、まあ、SSC 入るわけですけど、浪人中はどんな感じで塾とかって通ってました？浪人中は、ヨゼミに行ってました。浪人中ヨゼミに行ってて、そこで結構成績ガーッと上がってみたいな。そうですね、その、高校軽く不登校になってたんですけど、その時に個人塾に行ってて、でそこで、まあ、全く勉強しない状態から勉強する状態に、まあ、なって、で浪人の時はその個人塾ではなくて、あのヨゼミに行ったんですけど、まあ、その個人塾での勉強したっていう経験が、まあ、効いてたのかなって思います。OK です。